ます。すっげーあけぼのです。よろしくお願いします。すっげーあべほのではない。すっげーあべほのではない。今日服装を見てもらったらなんとなくなんか分かると思うんですけど、私がなんかなんかレースみたいな、これトハマの借り物なんですけど、トハマから借りて、で他のメンバーは黒とか紺とか暗いのでね、統一しようって話になったんですよ。でもね、見てください、ゴッツの足元、あれ何色なんですかねっていう話、あれは黒ではないと。でもゴッツに聞いたんですよ、それ何色って。ゴッツ、え、黒色って言ってて、あ、そっかっていうだけの話なんですけど。いやー、なんかそうで、この借り物の、たまもからの借り物のね、スカート、私歌ってたらこうちょっと姿勢低くしたりするんですけど、低くしたら踏んじゃうんですよ、スカートどうしても。だからもしあのスカート踏んでこけたら、転がったら助けてください、お願いします。借り物を踏むらしいです私。じゃあ次はちょっとかっこいい目にというかダークな感じでいきたいと思います。はい、はい、はい、よ。で、聞いてください。いけますか、仕方。はい、では行きます。聞いてください。あゆくらい、thank you.
って次で最後なんですけど、タマも戻ってきて最後の曲多分有名やと思うんで、知ってる人もいっぱいいると思うんで、ぜひぜひ一緒に盛り上がってくれたら嬉しいなと思います。曲聴いてください。恋する瞳は美しい。